こんにちは。今日はパンジーのリースを作ってみます。花弁は 7.5 センチ角の色の濃淡をつけた折り紙をそれぞれ1枚ずつで作ります。まず表側の薄い色の3枚の花弁から作ります。表を中にして下の中心を押さえながら3等分の形で折り込んでください。3等分ができたらここに花弁を形描いていきます。まず芯になる部分をあらかじめ描いておいて上の丸みから先に描いて大丈夫です。割と上が平らな広がりのあるのがパンジーの花弁ですね。で、これをカットしていきましょう。で、下の部分がつながっている形にカットします。で、開くとこういうふうに3枚の花弁ができています。くっついている時はカットしてください。で、次は奥の方にある大きな花弁を折ります。で、こちらは三角に半分に折ってここに花弁を描いていきます。で、一応中心線を知るために2つに折っておきましょう。で、小さな花弁と茎の部分の長さを揃えてチェックしてそこから下に茎の部分を描き下ろしておきます。だいたい小さい花弁の大きさを参考にしながら少し大きめに描いていってください。こちらは少し丸い形になります。で、これもカットしてみてください。で、こちらは2枚になります。こういう形に組み合わせて作っていきます。で、その前に中表にして半分にこういうふうに折っておきます。花の形を作るときに折っておいた方が作りやすいので先に半分のラインで途中まで折っておいてください。で、細い棒でお箸の細い部分で大丈夫ですがこういうふうにくるくるっと巻いてカールをつけておきます。花の表情が出ます。で、外側の大きな花弁はそれぞれ左右に少し斜めに向けてカールさせてください。小さい花弁はそのまままっすぐ下ろしましたが後ろに来る部分は左右に巻いてください。今折ったところをそれぞれ折り直してくっつけておきます。で、一応三角形の形に花弁を持ってくるのであらかじめ形をつけておきましょう。で、形作ったら中心に少し接着剤を塗って形を固定します。こういう形ですね。で、外の花弁はやはり折ったところをもう一度
折り線をつけ直して、それから中心をくっつけます。でこれがくっついたら、外側に折り出した部分、折った部分を元に戻して、そこに接着剤を塗り、小さな花弁と合わせてこういう風に仕立てます。では次は中心になる部分の模様をデフォルメして、これで作ります。 3.5 センチ角の紙に、やはり小さな花弁と同じような三角三等分にした花弁を書いてカットします。で少しだけ中心の方に接着剤をつけて、浮いた形の固定をします。ぴったり貼らない方が動きが出て綺麗です。中心だけピンセットで押し込んで貼ってやってください。こういう風な形になります。リースの土台は色画用紙で作りました。リボンを中心に飾って、その真下に一つお花を飾ります。パンジーの裏に、両面テープを貼ってあります。こういうふうにバランスを見ながら固定してみてください。お部屋のお飾りにどうぞお使いください。ご覧いただきありがとうございました。